ネネに何のアドバイスもできなかったな。って感じなんだけど何か癖みたいなもの感じるリオのオーディションの時に助けてもらった分力になりたかったがネネ自身 自信があった歌でこんなことになるとは思っても見なかっただろうな。ショックは受けていたようだが、自ら演出家さんに話を聞きに行ったりもしていたし、改善しようと前向きに頑張っていることだろう。ならば、今俺たちにできるのは、信じて待つこと。か。実際、仲間に信じてもらえるというのは心強い。 トルペやリオの役作りの時がまさにそうだった。だが、役作りと違って癖の矯正が必要というのが少し厄介だな。何か突破口を見つけてくれればいいが。 《ネネのやつあれは空元気だなさっきの大丈夫ではない時の大丈夫と同じではないかそれにクマができているようにも見えるなまだ突破口は見えていないか》うん。 俺たちはどうすれば天馬さん今日やるシーンについて少し話せるかしら清流院桜子あ、ま、そうだお前ならば何か分かるのではないかえ なるほど。草薙さんのことが気になっているのね。ああ。そもそも、癖というのが何なのかすら、俺たちではわからなかった。本人は無自覚でやっていることだろうから、周りにいる俺たちが指摘できなければならないというのに。そうね。と言いたいところだけど。経歴を考えれば、あなたたちが指摘することは難しいでしょうね。 何もしや、生竜院はネネの癖について心当たりがあるのかうん。ええ、あるわ。そうか。ならば、ぜひ、ネネにアドバイスをしてやってくれ。それはできないわ。な、なぜだそんなの決まっているでしょそのセリフは、 草薙さんが言わなければいけないものだからよ。<laughs> こう言ってはなんだけれど、私は草薙さんより歌に関して技術も知識もまさっているわ。それは草薙さんもわかっているはずよ。でも、私を頼らず自分の力でどうにかしようともがいている。確かに。 すまん。ネネにもお前にも悪いことをしてしまった。今のは忘れてくれ。そうするわ。ちなみに、私はあくまで猶予をあげているに過ぎないわ。時が来れば、草薙さんが望もうと望むまいと、必要なことを伝えるつもりよ。そうだな。公演の開催日はもう決まっているし、 自分で解決するのをいつまでも待つわけにはいかん。むしろ、感謝する。それまではネネを信じて待っていてくれるということなのだからな。信じて、というと、聞こえがいいけれど、私はただ、自分の練習に集中したいだけよ。ところで、あなたはどうなのかしら感情表現はなかなかのものだけれど、 細やかな動作や間の取り方。他にも、課題が山積みなんじゃなかったかしらうっ。それなのに、人のことばかり考えているなんて、ずいぶん余裕があるのね。お前の言う通りだ、清流院桜子。ぐうのねしかってん。俺なりにネネの力になりたいが、俺も俺自身の演技を磨かなければ。 清流院桜子先ほど言いかけていた今日やるシーンについての話とは何だそう来なくっちゃまずシーンの入りについてだけど。 はいでは30周年記念公演大成功を祝して乾杯乾杯,乾杯,乾杯 皆さんとの練習は勉強の日々でした。一緒にステージに立てて本当によかったです。 えっと、お疲れさまですそそんな西江さんの魔女もとっても素敵でしたあのよかったら普段どんな練習をしているのか聞いてもいいですか みんなないい笑顔だなええ成功の喜びを仲間と共に分かち合う何度経験しても素晴らしいわそれじゃあ私はみんなと話をしてくるわあなたも楽しんでちょうだいああさて ルイたちとはいつでも話せるしフェニックスステージの皆さんに挨拶をうん はい、受けて立ちます俺はなるべくリオと同じ環境に身を置くことで自分とリオを重ねていきました例えばあえっと3日未晩水だけで走り続けたリオがどんな状態や気持ちだったのかを知るために。 何度か食事を抜いてみたり。いえ、俺はそういうやり方でしか役を掴むことができなかっただけです。三日間、まるっと食事を抜いたことは黙っておこう。えっと、あとは、フェニックスを追うリオの真似をして、 フェニックスロボを追いかけたりしました僕が作ったロボットのことですよあっルルイいたのか飲み物を取りに来たら話が聞こえてきてねよければ実際にお見せしますよ、うん、ああよしこれだけ橋の方ならば 他のみんんなに迷惑かからんだろうではご覧に入れましょうこれがフェニックスロボですええもちろんですフェニックスロボ起動 それで、《こいつを捕まえようとすするんですが…せい <laughs> こいつとの追いかけっこもおそらく今回が最後》《絶対に捕まえてやるぞ》ちなみに追いかけっこが上達していく司んに合わせて何度もアップデートを重ねてきたんだ何 そんんなの初耳だぞうん、今初めて言ったからねちなみにつかさくんがやっていたのは名付けるならば「スーパーグランドマスターモーズ」だよんなんだその無駄に強そうな名前はと話している隙にノリゃー わかりました。うおお！わわ、ロボちゃん囲まれてどこに逃げようか困ってる。ほりゃあ、とったー！ね、皆さんの協力のおかげです。 元気っていうか、うるさいっていうか。フェニックスステージのキャストの皆さんとも、随分仲良くなれたな。フェニックスステージにも通い慣れたものだが、それも今日まで。皆さん。改めてになりますが、この度は、 合同ステージに参加させていただき、本当にありがとうございました。たくさんの気づきと、貴重な経験をさせていただき、俺は、俺たちは、成長することができたと感じています。また、 共演する機会があれば、その時は、よろしくお願いしますよろしくお願いしますいつかまた、成長したあなたたちとの共演を、全員で楽しみにしているわ。ああスターへの道は、果てしなく遠く、険しい。 だが、諦めなければ、前に進むことができる。たとえ小さな一歩だとしても、俺は進み続けよう。いつか、本物のスターになるために